どうも皆さん、マッシーです。というわけで、マッシーがお送りしますバンドリー。はい、というわけで今回はですね、星4初獲得期間限定メンバー1人確定ガチャ、文字通りですね、ゲットしていない期間限定メンバーが必ず1人当たるガチャですね。自分はですね、このようにですね、もうこの3人しかいないんですよね。だからまあ3分の1ガチャって言ってるんですけれども、今回はこの3人のどれかが出てくる、この確定ガチャ引いていこうと思います。さあ、それではね、誰が当たるのか。まあ一応メンバー期間限定ですけど、今ガールズメモリーガチャでも出るんで、実質工場でもあるっていうね。まあそれでも、まあ新規が出るのは嬉しいですから。まあ誰が来てほしいかっていうと、強いて言うならやっぱり水着の今井梨沙ちゃんですね。まあ自分はやっぱり水着ガチ勢でもありますから、まあそんな中でやっぱりリサネの水着っていうのはやっぱりちょっと当てたいというところではあるんですけれども、さあゆきなさん、あ、これはね、バレンタインの港ゆきなさんね、まあテロップでも分かる通りですね、ここにもリサネいるんです。これはね、もう水着のリサネが当たるフラグじゃないでしょうかね。さあ誰が出るか。10連目が一応確定枠なんですけども、それ以外も、星4のね、期間限定メンバーがリサネ、もう今日が俺にとっての最高の思い出かもしれません。まぶしい。それだけではないんですよ。 4.5 周年記念星4ミラクルチケットセットガチャ、こちらも引いていこうと思います。今回は旧フェスゲンも交換対象になっているという大盤振る舞い、こちらも当然引こうと思います。さあ、まあ、この10連はどうなってくるか分かりません。ここは確定ではないんでね、まあここはちょっと外れかもしれませんけれども、まあ、それでもね、俺はね、課金するならこのミラ式はぜひとも課金してほしいと。絶対自分の好きなキャラが1人確実にもらえますから、これ以上の課金方法はないと。まあ無課金でね、もうゲームに課金するのでバカらしいと思ってる人もいるかもしれません、いるかもしれませんけども、鶴巻心ちゃんが言ってるじゃないですか、普通に考えなければいいと。課金すれば好きなキャラが当たるんやで。さあ、では早速交換していこうと思うんですが、これ毎回言ってるんですけど、今回のミラチケはですね、10月24日の14時59分まで交換可能なので、この間にまたドリフェスとかが開催される可能性もあるので、もしですね、まあ、ここで交換してしまって、また、ドリフェスとかでね、メンバーが被ってしまうのが嫌な場合はですね、10月24日までちょっとギリギリまでですね、交換せずに、なるべくちょっとこう被らないようにするというのも一つの手でございます。さあ、それでは早速こちら交換していこうと思うんですが、今ね、たくさんメンバーがいるんですが、ここでまあ獲得済みメンバーを外すと、このようにですね、まだ持ってないメンバーだけ、こんだけしかいないんですけども、まあこの中から誰かを交換しようと思ってはいるんですが、もうね、決めてました。自分は数多くのミラチケを交換してきました。そのたんびに選ばれていないメンバーがいるのも事実ですが、後悔はしていません。旧フェスゲンのさよさん、そして旧フェスゲンのまやちゃんと、自分が選んでも後悔をしないメンバーを選んできたつもりです。その子は毎回選んできたメンバーの横で笑ってました。その笑顔を見るたびに、毎回ごめんなって、次は選ぶからって、そう言いながら2年経ちました。でも今日は堂々と彼女を選ぼうと思います。一応念のために言っておきます、消去法ではありません。一緒に頑張って、絶対イベント成功させましょうね。次回のサークルは鶴巻心の無限課金、深川小夜の初課金。次回も絶対見てくださいね。